にちは。今日はジャイロ X 中期型 TD01183 のオイルポンプのオイルシールが甘くなってオイル下がりを起こした時、クランク室にオイルがツーストオイルが下がってしまって、次の日の朝に、青い煙がもくもく出るっていう症状を改善する修理手段です。正式にはオイルシールを交換してください。オイルポンプの回転方向ですね、それに対して、テフロンのオイルシール、テフロンテープを巻きつけます。約2周巻いてください。はい、巻いた後はこんな感じです。少し引っ張りながら2周ほど巻いてください。もっときれいに段がないように巻いてください。そしてシャフトになじませるように手で押し付けるようにするといいと思います。で、ある程度滑らかになったら、ツーストオイルなどを塗って、元に戻せばそのまま使えると思います。回転方向を確認して、テープがほぐれないようなになる回転方向を選んでください。まあ、今私がやった方法で、方向で巻けば大丈夫だと思います。約1週間経ちましたがオイル漏れはありません。